湯ザ町立図書館は山形県薬味国湯ザ町にある公共図書館である。1991年7月23日に現在の場所に新築開館した。図書館としての運営ほか学校の読書活動推進の支援や夜の図書館も行っている。貸し出しサービスは利用者カードを持っている人を対象に行っている。利用者カードは 個人の場合誰でも登録が可能で、団体の場合は、ユザ町に所在する公共機関、事業所及びその他団体で、図書館長が適当と認める団体に交付されている。貸し出し点数は、図書だと一度に5冊までで、日数は14日間、DVD は3本までで、日数は7日間となっている。 返却は原則サービスカウンターとなっているが、夜間や休館中は返却ポストを利用することができる。山形県悪見郡湯座町湯座座鶴田 30-1ABCD1346572-004 PDF2016 年8月29日閲覧。平成26年度山形県立図書館要覧。山形県立図書館。 2016年5月19日閲覧。ABCDEF ユザ調立図書館利用の案内。ユザ調立図書館。2016年8月29日閲覧。ユザ調立図書館施設案内。ユザ調立図書館。2016年8月29日閲覧。ありがとうございます。